泣いてしまう瞬間だったりも多いかもしれないんですけど、そうですね、うん、そんな私も認めてもらえたらいいなと思います。めっちゃ笑われてる。一回しかやってないんですけど、多分みんな聞き逃してるかもしれないんですけど、なんとなくこう考えてみて、このラジっていうのを考えてみたんですね。いやどうかな、でもこれもみんなで決めていけたらいいんかな。すごくない？同じ誕生日。すごいですよね。223だっけ？はい、はい、そうです。素敵だなって思ってますね。同じグループで同じ年で、本当だよね。同じ年でね。そうなんです。ゼミだったよな。いきます。そうですよね。ちょっともう一回、なんかだってこんな仕事やったことないから。日向坂46と思いっきり恋しよう。ちゃ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 ーん。ゲーム内で楽しめるのどかな田舎町での爽やかで甘酸っぱい青春恋愛ストーリーには、ここでしか見られない撮り下ろしドラマシーンが盛りだくさん。日向坂46と全力で恋するスマホゲーム、ひなこい、アプリストアからぜひダウンロードしてください。やっほっすまあ、あの編集してくださってありがとうございます。本当にこんなね、やばい素材をこう掛け合わせたらやばかったですね、相変わらず。キノコにタケノコ4であって、タケノコ2食べてもらってたら22で残ってるから、両方残ってるのに、わざわざ残量の少ないキノコを2食べられてキノコ0にされたんですよ。だからもう私はそれが本当に許せなくて、でもう許せませんってメッセージアプリとかでも言ってたから、きっと父は何かやってくれるはずってちょっと期待して待ってたんですね。そしたら後日ピンポンって来て、在宅じゃないと受け取れないね、冷蔵のものが届いてですよ。段ボール開けたらワンカートン単位のキノコの山。候補になるような公式キャラクターを作れないかということで、はい、あ、はい、まあ、ちょっとラジオの要素、なんていうんだ、このアンテナ、はい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 、アナログのラジオでなんかこう立たせるアンテナみたいなじゃん、はいはいはい、あれがなんかこうついてる、あれを触覚にするとか、ピコーンみたいな、ピコーンみたいな。私は一番にお風呂に入るときは10分くらいで、最後に入るときは20分くらい入ります。あ、だから家族と順番決まってるんだろうね。あ、そういうときこと、うん、お風呂入って体洗ってまた入るときにってことじゃない、合計3、え、違うのか、多分ほら家族一番風呂は10、あ、そういうことか、そう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 、お湯、あ、ごめんごめんごめん放送事故だ、背中で放送事故だ。ここでひなこいからのお知らせです。ひなこいでは劇場版名探偵コナン黒金のサブマリンとのコラボ、ひな社が手に入るガチャが開催中です。これね、名探偵コナンといえばですよ、私川田ひなと見に行きまして、結構前の2年ぐらい前の作品なのかな、見に行って、で見事川田ひなが寝落ちをかますっていう。
んか私のね企画で、うん、なんかそのクイズかなんかに正解したら、うんうん、私が勝手に、うん、あのラジオネームをプレゼントするっていうその場で、はい、あのつけた名前の方が、うん、偶然実力で選ばれて一番上に置いてあってすごい感動しちゃって、それはそれは私がつけた、うん、ラジオネームだと思って、うん、そういうのすごい嬉しいなって思いますね。なんと公式キャラクターひなたこのデザインが決定しました。やった。はい、まずヘッドホンはひなこいカラーの青と黄色にしまして、口とアンテナはそれぞれ、口がピンクでアンテナが緑ですねになりました。ででん、あ、すごい 3D だ、かわいいですね。